真空グリッパ VRG、VMG 共通メンテナンス動画、サイレンサエレメント交換方法。この動画では真空ユニットに取り付けられているサイレンサエレメントの交換方法をご案内します。真空グリッパ VRG、VMG 共通動画となります。説明のためロボットから外して作業していますが、ロボットが停止していれば装着したまま作業可能です。ご準備いただくもの、真空ユニット本体、交換用サイレンサエレメント。この作業に工具は不要です。1、排気カバーを開ける。真空ユニット本体の両側にある青いジョイントリリースボタンを押しながら矢印の方向にスライドしてください。カバーが少し開くので矢印の方向に引き出します。 2. サイレンサエレメントを交換。排気カバーからサイレンサエレメントを取り出してください。サイレンサエレメントは2つ1組になっています。取り忘れにご注意ください。新しいサイレンサエレメントと交換してください。エレメントを挿入する向きにご注意ください。段差がある面を上にして写真の向きに挿入してください。 3. 排気カバーを挿入する。排気カバーを矢印方向に挿入し、ジョイントリリースボタンがカチッと音が鳴るまで押し込んでください。以上で交換作業は終了です。